ございます。今日はコシナツアーの日です。集合所がね、ここ東京駅の日本橋口。この間ね、あそこの写真撮ってね、あげたんだよ、ツイッターに。ちょいちょいここで仕事してます。おはようございます。エンディランスを背負っているから。そうです。おはようございます。おはようございます。で、今8時40分。ちょうど30分近くあるので。長野駅着。よっ。変でしょ。ポイントとか売ってるの。釣ってんだろ。釣ってますか。超高価。ノーファインダーの極みですか。本当に。さあ長野に着いた。おはようございます。よろしくお願いします。僕全く同じスーツケース持ってますよ。あ、そうですか。なんか いんですか。いや、Amazon で買った。正直安かったやつ。意外と大丈夫ですよね。そうですね。あ、綺麗な街だ。うん、もう山の方行けば散り始めてると思いますね。あ、そんなにですか。はい、早いな。これ日差しあるから暖かいけど、日差しなかったらもう寒いんでしょうね。朝晩はもう寒いですね。でしょうね、この感じだと。すごい、まさか自分の人生で自分の名前が観光バスにつけられる日が来るとは思ってないから。男子のちょっと階の、工場のオブセットとこで作ってるんですけど、まあ、全て国内一貫生産やめてくれるやってる小城さんなので、それじゅんぐり辿っていこうかな。小城さんセレクトなんですけど、レンズを皆さん借りて、その後お伏せの街を、スナップしてみると。で、昼食はその中の時間で各自取ってくださいということで、まあ、お互い交換できる気がするので、そうですね、そこまでを見てもらいます。よろしくお願いします。静岡立てに、静岡立てに結構撮ってもいいし、写真を撮りくるってもいいし、この我々カメラを持った異様な軍団が。あ、35mmF1.4、はい、いいやつだ。さあ皆さん、好きに行っていいですからね。2時に帰ってくればいいからね。お、CLE でしたっけ。 CLE だ、いいなあ。あれCLE と CLE 同じ。全然軽い、重さなんかもう合ってないような。完全に狂ってる感覚が。ビデオ班ですから私。じゃあマスク取ろうかな。イエイイエイ。あとは何だろう、引きが取れないみたいな、消極的にどうしても引きが取れないとかっていうところか。今どこに向かってるんでしょうか。こちらの飯山の工場です。飯山工場に第二の目的地に向かってます。さっきはガラスのプレスしてるところを見せてもらって、みんなエキサイティングでしょ。なんでそのガラスをプレスする前に温めて柔らかくする方は電気を使っているのに、型の方はガスで温めているのかとか、そういうど
だけマニアックなんだって質問が飛び出しました。それにもいちいち答えていただいて時間はどんどん押していく大変なことですよこれ。しかもお互い止めないっていう、みんな大人なのでこれは押すなって分かっていながらも誰も止めないでどんどん質問を繰り出してしまうというですね、ダメな大人です。そこを唯一の両親の藤田さんがこう止めにかかるかどうかっていうのが次の見学地での見どころになると思います。不適切宿題が お疲れ様でした。8時半に集合してもはや18時半になろうかと10時間ばかり経ちましたが、皆さん元気ですか、大丈夫ですか。ちょっとこう道路状況を見ながら行きたいと思いますんでね、またホテル着いたら最終号の時間ご案内したいと思いますので、それまでゆっくり、休んでください。お願いします。こちらの工場見学を終えて長野駅です。いや、越名広報佐藤さん非常に丁寧なレクチャーしていただいて、完全にレクチャーでしたね。素晴らしい。僕もいろいろ聞きたいことも聞けたし、ミルバスの E マウント化の要望もお願いしておいたし、みんなきっとミルバスの E マウント化望んでるんじゃないのかな多分。あとスーさんが多分オータスを買う日も近い。防人防水防人防滴ねスーさんがオータスの40万のを買って防人防滴をテストするっていうのを楽しみにD5 かやってみたビデオ、そうコップ一杯まだ大丈夫みたいなやつを、そのデータを持ってまた佐藤さんに壊れたらしいですって情報を持っていくと、佐藤さんのところにフィードバックされて非常にいいと思う。いや、本当勉強になってめちゃくちゃ面白かったな。パンさんがソニーのカメラに向かって喋ってるのが障害になるんじゃないのかって。そうです。また来年もぜひ行きたいですね。ですね。あー結構ね、30分ぐらい。雨が降るって散々落とされたんだけど意外と大丈夫よかった。ね、撮るものいっぱいあっていいよね。日差しも綺麗で太陽低めだからよりドラマチックでいいよね。
太陽高くなっちゃうと別にどこもかしこも明るくなって、影が、そうそうそう、だから影物今のうちに撮っといた方がいいですね。3人並んで鉄格子を撮ってるっていう。これね、そう、むちゃくちゃ面白かった今。綺麗に等間隔で並んで。ありがとうございます。思い思いで実に実に。さっきも踏んじゃった。善光寺さんの境内にお邪魔して、今日は光もいいし、被写体もガリガリツルツルいろいろ揃ってるし。楽しいね。前回来た時より全然写真的だな今日は。暑い、意外な暑さにびっくり。なんか逆にこう映画みたいに光が綺麗すぎちゃった。すんごい綺麗で、それが非日常的な感じすらするほど天気がいいですね今日は。善光寺のお土産物屋さんですね。でも花粉が飛んでるよ、何かの。休憩所、ここで一旦お寺が中休みになる感じかな。福屋春水、山門の上に来たよ。なんて眺めがいい。この杉の木かなんかがえらいことになってる。なんか盆栽的でやっぱかっこいいな。前回来た時もこれ撮ったんだけど、えらいかっこいい。風景写真的にはその向こうのあの、なんだろう、金付き堂の周りのね、紅葉を撮りたくなるんだろうけど、綺麗なもんですなっていうかね、こうほら微妙にね、こう左に傾斜してるのが怖くて、私だいぶ高所恐怖症なんですけど、あそこの紅葉も綺麗だな。 あの辺いいね、ちょっと行こう時間があれば。こっちね、参道側です。綺麗ね。あ、すごいの持ってる。初めて後ろの方に行く。初めて後ろ。後ろがどうなっているのか。後ろスカスカだな。この回転できるから広いです、ね。あ、それはいい。最後宴会席だから。55ミリ。スタンダードですね。これね。